キチャンネル。ちょっ、金曜日です。総チェック。はい。ということでね、昨日の木曜日、金曜日、このね、総チェックを合わせてね、ぜひ見てもらいたいなっていうところで、まあ、台風が接近しててね、どうですか皆さんね、無理しないで気をつけていってくださいね。ちなみにうちの子供のね、学校は今日休校で休みになってるっていうね。でも佐々木はね、午前中からメジャーリーグの解説に行くんでね、アベマの、メジャー、アメリカ、日本の台風全く関係ないっていうところでね、仕事してますけども、総チェックね、やっていきましょう。今日ね、木曜日の試合は、まあ、3試合しか行われなかったんでね、この3試合やっていきましょう。まずはパリーグはね、1試合、ソフトバンク対ロッテというところで7対3でね、ソフトバンクの勝利。この3連戦ね、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、これでソフトバンクね、2位ロッテに2ゲーム差ね、で、4位楽天と2位ロッテは 4.5 ゲーム差っていうところで、で、まあ、楽天とね、ソフトバンクは 2.5 ゲーム差、3位。ちょっとまだまだね、わかんなくなってきたなと。あと、ロッテはね、残り試合ね、オリックスと7試合残してるっていうところでね、で、まだこの週末もね、で、どうなるのかっていうところはあるけども、台風で今日金曜日中止かな？どうなんだろうね？っていうところでね、まあ、まずね、振り返っていきましょう。まずね、この試合、ロッテがね、初回に先制っていうところで、まあ、両先発ね、ロッテメルセデス、4回79、6安打、3失0、2四球4失点っていうね、で、ソフトバンクはね、東浜、5回91球、7安打3三振、無四球3失点っていうところで、このね、初回、いきなりね、ワンアウトから角中ツーベース、中村アウトになるけども、ポランコがライトへタイムリーヒット、そして山口がね、バックスクリーン左横にね、ツーランホームランっていうところでね、一気に3点。これで、このまま一気に、ロッテがね、行くんじゃないのかと思ったところ、初回ね、ツーアウトから、柳田がね、レフトへホームラン。この1点がね、めちゃくちゃこの試合の流れをね、変えるね、大きなホームランになったかなと。で、2回裏、ソフトバンクはね、先頭今宮センター前ヒット。で、井上がね、粘って粘ってしてフォアボールっていうところで、このフォアボールがね、メルセデスにとってはめちゃくちゃ痛かった。正直。で、ここで、ノーアウト1、2になるんだけども、三森がね、バントで遅れずファール、ファールになるんだけども、ヒッティングに変えてショートゴロね、ダブルプレイかと思ったら、三森の俊足でね、ファーストがセーフになって、ワンアウト1、3、これ大きかったね。で、その後ね、キューベン、未来がね、センターへ犠牲フライで1点ね、着実に行く。これ3対2になってね、いやー、これもう全く全然わかんなくなったな、っていうところで、3回の裏ね、ソフトバンク、先頭ね、松田レフト前ヒット、柳田アウトになるけども、近藤フォアボール。だから、またフォアボールがね、痛いね、ボディーブローのようにきつくなってくるっていうね。で、その後中村晃センターフライアウト取るけども、2アウト1、3塁から今宮がね、センターへ同点タイムリーヒット。で、4回にはね、ワンアウトから、峯井のね、東浜みたいにね、沖縄尚学アジアとね、バッテリーを組んで、このソフトバンクでもね、高校、大学、そしてプロでもバッテリー来るってもね、かなり珍しいパターン。そんなバッテリーいないんちゃうかっていうね、ところで峰がね、初球の外からのカーブね、バックスクリーン横にね、バットフリップも完璧で、ね、勝ち越しのホームラン、クッとナイスバッテリー。ね。で、4対3になって逆転。でね、ソフトバンクは7回裏に、ワンアウトからね、シュートライト前ヒット。で、ここでね、周東が、セカンドで盗塁。ね。ここで、田村握り替えできてなかったね。ボールがシュート回転。で、柳町見逃し三振取るけども、ツーアウト二塁から柳田の時にね、ワールドピッチなん、結果ワールドピッチなんだけど、前止めただけだからね。まあ普通に止めて、何も田村としては悪くないけども、前に止めて、ほんと目の前に落ちたのに、周東がね、それで三塁行って、ぐっそーれ。ね。で、結果柳田のね、タイムリーツーベースっていうところで、5点目が入って。まあ、ここもね、藤原前突っ込んできてね、ダイビングするけども、玉木はね。で、その後ね、ファースト空いてるから近藤、敬遠。で、ツーアウト一塁からね、中村晃、センターへのタイムリースリーベースっていうところで、ここもね、藤原、玉木は、グラバーが当たってる。この2回の玉木はね、まあ、どっちも難しいギリギリのプレーかもわかんないけど、この玉木はできるかどうかはね、大きくね、この勝負を分けるというところでは、ここでね、しっかり、ソフトバンクが3点ダメ押しして、7対3でね、ソフトバンクが勝つんだけども、ロッテとしてもよ、ね、このね、4回表、ワンアウトから山口安田がね、ヒット、ツーベースで、ワンアウト2、3塁、ビッグチャンス作りながら、ね、茶谷がピッチャーゴロ、で、3塁ランナー山口が挟まれてアウト、で、田村がショートゴロっていうところで、ここ1点取れない。で、続いて5回。ね、こちらもワンアウトから、オイロセンター前、角中がセンターへのツーベース。で、またもワンアウト2、3塁のチャンス。2イニング連続ワンアウト2、3塁のビッグチャンス作りながら、ね、3番中村ファーストフラ。で、ポランコセカンドゴロっていうところでね、このポランコのセカンドゴロの2球連続のアウトコースストレート、東山めちゃくちゃ良かったね。グッピッチ。
もうここぞとないところに投げ続けたっていうところではね、東浜もね、初回の3点取られたけども、その後ね、ストレートカットボールっていうところがね、非常にね、よく立ち直してきたかなっていうところではね、この4回5回ね、ピンチを脱出したのも大きかったし、逆にロッテはここで1点取れなかったのが大きかった。で、しかもロッテはね、6回もね、先頭山口が、内野安打で出るけども、後続続かず。で、7回も先頭藤原がライト前ヒットで出るけども、後続続かず。で、8回もね、ポランコがヒットで出るけども、後続続かずっていうね、4回5回はワンアウト2、3塁のチャンスを2イニング連続作りながら、で、6回、7回、8回は先頭を出しながらね、1点取れないっていうところで、10安打も打ってね、初回の3得点のみ、作戦ほぼ見れなかったね。で、まあ作戦したのがね、7回ね、先頭藤原が、ライト前ヒットで出て、で1番多いのね、送りバントしたんだけども、このイニングからサード井上から川瀬に変わってたの。川瀬が猛チャージでいきなり画面出てきてね、それを取ってセカンドに投げて、ちょうど半端なワンパンだったけども、ショート今宮がね、ナイスプレーキャッチ、クッチ、ね、それでバント失敗して、ね、っていうところで作戦もね、したけども、作戦がね、機能せず、ね、10アンダー打ったけども3失点っていうところでチグハグな攻撃。逆にソフトバンクはね、しっかり1点ずつ取ってボディーブローのように、でしたらダメ押しのね、3点っていうところでは最高のね、攻撃だったかなと。で、投手陣もね、ソフトバンク、東山からね、又吉、松本、藤井、津森とね、まあ、ヒットを打たれるけどもね、しっかりね、そこは失点しないで粘り切ったっていうところは大きかったかなと思います。まあ、結果2勝1敗ね、佐々木も言ったように、どういう展開になるのか、まだまだ分からないっていうところと、ロッテの心配はね、今福岡でしょ。明日飛行機、全日空はなんか欠航とかあるみたいで、JAL はなんか遅延だから、ひょっとしたらね、で、新幹線はなんか運休みたいなことも言ってるし、一部区間ね。東京ドームとかよりね、ロッテが帰ってこれないんちゃうかっていうね、こう危険性あるね。あとまたね、この前の楽天戦みたいに荷物が届かない。これは大いにあるって言ったところで、なんか対応が早めに行けばね、夜行けるんちゃうかっていうところもあるけども、ロッテの選手たちが福岡から帰ってこれないかもしれない。荷物が届かないかもしれないというところで、金曜日これね、まあ雨もそうだけど中止の可能性結構あるけどもね、どうなってるんでしょうか。まあ結果ね、2勝1敗。まだまだね、2、3、4位。まあ優勝ソフトバンクはさ、ね、これでマジック14になったかな。これ、もうほぼオリックスのね、一人旅みたいになってるけども、2、3、4位はちょっとね、このソフトバンクが勝ち越したことによって、どうなるのかわからない展開になりましたね。この週末も見逃せない。ね。でも金曜日試合あるのか、ロッテよね。っていうところですね。続いてセリーグ。ね。広島対 DeNA というところで、1対3で DeNA の勝利。結果はね、2勝1敗で広島の勝ち越しになったけども、ね。まあ、DeNA ね、ここ3連敗しなかったのはね、A クラス争いには非常に大きいし、まあ、カープはね、阪神追い上げていって、まあ、なかなか難しい状況でね、まあ、最低でも勝ち越したのはね、非常に大きかったかなと思います。で、この試合ね、3対1で DeNA の勝利っていうところで、DeNA 先発、東ね、9回116球、8安打8三振、無四球1失点、完投、ね。で広島先発遠藤ね、7回115球、4安打4三振、2四球2失点というところで、この両先発ね、非常にグッピッチング。ね。まあ、ね、前の日、まあ、前々日ね、両方とも延長戦って、まあ、広島がサヨナラ勝ちっていうところもあるけども、両チームね、めちゃくちゃリリーフを使ったっていうところではね、東の完投、で、遠藤もね、広島7イニングしっかり投げたっていうところではね、非常にね、役割を果たした大きなピッチングをしたんじゃないのかなっていうね。ところで、で、DeNA はね、2回先制っていうところで、先頭牧がツーベース。で、宮崎がね、しっかり右打ちファーストゴール。宮崎もね、首位打者なのに、こういったところでね、やっぱチームの勝利を優先してね、しっかり右打ちするところ、グッバッティング。素晴らしい姿勢。ね。で、ワンアウト三塁になって、外のね、レフトの犠牲フライで1点取るんだけども、ここでね、レフト、堂林がホームに完璧な送球。キャッチャー、相澤も完璧なダッチ。でも、スライディングがね、肘、手首に当たって、手首を痛めてるっていうところで、コーチが集まりながらね、どうしたどうしたっていうところで、ね、なんと、リクエストのね、時間が経過して、リクエスト、申請、却下っていう。まあ、新井ちゃんがね、選手を思う気持ちが強いところがね、このリクエスト。アメリカの場合ね、ルールによると、20秒間、チャレンジまでの時間が設けられて、で、アメリカの場合は、裏にあるモニター、自チームでモニターを見て、で、アウトかセーフか自分たちで確認して、いや、これは判定がひっくり返るぞっていう映像を自分たちで確認してから、チャレンジの申請ができるっていうところがあって、これ20秒間ね、認められてるんだけども、日本っていうのは、裏でね、映像を見て、で、ひっくり返るかどうか確認して言うっていうのが出てきないんだよね。直ちにしなきゃ、何秒って決まってないんだよね。速やかにしなきゃいけないっていうね、もうあれ決めた方がいいね、5秒以内とかね、時間。もうそのね、まあ日本人のいいところでもあり悪いところでもあるかもわかんないんだけどもね、
感覚はもうやめよう。ね。この前のね、バトルベースだったっけ？なんか新しいルールもね、まだできたけども、そう、感覚やめよう。ルールなんだからもうちゃんと決めよう。もう、それだったら裏でね、ビデオを見てから確認されないようにっていうのをしたいんだったらもう5秒にしよう。5秒。これが一番いいよ。5秒。ね。20秒になったら裏のモニターで確認できるからね。5秒。ね。すなわちとかね、感覚やめよう。それは誰のためにもなんない。これも今すぐ、変更しましょう。審判の皆さん、NPB。これはね、マストで書いた方がいい。この問題起きたっていうところでね。でも、新井ちゃんがね、言うの遅れちゃって、その後ね、リクエスト申請できず。でもね、スローを見たら、あれアウトだね。アイザーのグローブが入ってそこに足来てるからね、完全アウトだった。だからね、アイザーの痛みだのをね、その、新井ちゃんがね、心配するっていうね、親心が強かったおかげでね、まあ、せいで、リクエストの申請が遅れてね、間に合わなくてね、これ大きかったな。結局これ0点だったら分かんなかった、広島勝てたかも分かんないっていうぐらいエンドの調子も良かったしね。まあでもここはね、5秒にしよう。それ変えた方がいい。もうそんなね、感覚はダメね。でその後広島はね、3回裏末加のねホームランっていうところでね、同点に追いつくけども、 DeNA は6回表にね、桑原のレフトスタンドホームラン、高めのストレートね。で、8回にもね、ピッチャーアンダーソンになって、桑原またね、2打席連続ホームラン、あれ高めのボール球よ。桑原ナイスホームラン、めっちゃうまいバッティングっていうところでね、まあアズマもね、ストレートめちゃくちゃ良かったし、チェンジアップもめちゃくちゃ素晴らしかったっていうところでね、9回完投はね、素晴らしいピッチングだったと思うし、遠藤もね、この4回ね、先頭佐野にツーベース打たれて追加点のね、ピンチになるけどもね、牧を三振、あのチェンジアップめっちゃ良かったね。でその後宮崎をね、詰まらして力でね、ファーストフライで外ショートゴロっていうところでね、完璧なピッチングで、まあ、5安打に抑えてるからね、桑原一人にやられたなっていうところはあるけども、遠藤もね、非常に素晴らしいピッチング、東もね、13勝目、原田ダービートップっていうところでは非常に素晴らしいピッチングだったし、まあ、好ゲームっていうところはあっただけにね、あの2回のリクエストがねできなかったっていうのは広島的にはね、ちょっと痛かったかなっていうね。でまあ結果はね、2勝1敗のね、広島の勝ち越しっていうところになりましたけども、広島はね、阪神まで8ゲーム差で、阪神がマジック12になったっていうところで、まあ仕方ないかな、ここら辺はね。で DeNA はね、広島に5ゲーム差っていうところで、まあここもなかなかきつい戦いになったかなっていうね、ところもありますけども、 DeNA 的にはね、3連敗しなくてよかったなっていう試合展開でしたね。続いてヤクルト対巨人、2対5でヤクルトの負けね、2対5で巨人の勝利っていうところになりましたけども、これで巨人はね、2勝1敗の勝ち越しっていうところでね、まあ DeNA にね、1ゲーム差、縮めれたなっていうところで、3位 DeNA、4位巨人の差がね、まあ2ゲーム差。まああとね、両チームともに20試合っていうところでね、まあ2ゲーム差。まだまだちょっとね、わかんないなっていうね、ところはありますけども、この試合ね、まあ赤星がね、2軍調整させられて1軍に上がってきたから、なんと3連勝っていうね、クピチン。ね。この日もね、6回89球、5安打6三振、1四球2失点というね、やっぱりストレートがね、めちゃくちゃやっぱ力強くなってるね。それによって他の変化球がね、生きてくるっていうところではね、このストレートの質のね、球質の良さがね、非常に今の3連勝をね、物語ってるかなと。で逆にヤクルトね、高橋奎二、7回90球、4安打4三振、2四球3失点と。まあ最低限の仕事はできてるけどね、ちょっとね、この投打のバランスがね、悪かったかなっていうところでね、巨人はね、4回表先制というところで、ワンアウトから丸のフォアボール、そして岡本がね、レフトスタンドでツーランホームランというところで、ちょっと変化球が高橋奎二ね、高いかなっていうところあるよね。このね、岡本のホームランもね、初球、変化球ね、カーブが高めに浮いたところをレフトスタンドにね、掘り込まれたっていうところもあるし、ね、6回にもね、梶谷の、センター前、そしてここね、ノーアウト一塁から長野のツーベース、これもチェンジアップが高めに浮いたところを引っ張り込まれてね、ツーベース打たれて、ノーアウト二三塁からね、丸の犠牲フライ、これでね、勝ち越し点を奪われるっていうところではね、まあ悪くないんだけど、良くもないっていうところあるんだけど、もうちょっと低めにね、変化球投げたかったなっていうね、高めに浮いたところを仕留められたっていうところはあるけども、まあね、4回の岡本のホームランでね、先制されるけども、ヤクルトもね、その裏、ツーアウトから山田ツーベース、そして村上がね、ライトにタイムリーツーベースっていうところで1点返して、で、5回裏にもね、オスナが、ホームランを打って同点になってね、で、その後にね、これ長野のツーベースがね、でかかったなと。で、巨人はね、3対2で勝ち越し、そして9回にはね、ワンアウトから、岡本がセンター前、そして坂本がね、ダメ押しのツーランホームランっていうね、坂本復帰戦っていうところではね、非常にバッティングでもね、復帰したらすぐ打つ、坂本。グッバッティング。
ね、ダメ押しの5対2っていうところになるけども、この試合ね、坂本がサードで復帰っていうね、そして、ショートにはね、門脇が入ってっていうところになるけども、これも、で、ファーストが岡本ね、これこっからのもう坂本を怪我させない、あと守備に負担を大きくしないっていうところでは、ひょっとしたら来年に向けたらもう坂本がサードで、岡本ファーストなるかもわかんないね。まあ、門脇もね、2割5分3厘と非常にね、いい形の成績ここまでも残しているっていうところで考えると、この布陣にね、なるかもしんないね。ひょっとしたらね。まあ、そこは流動的になるかもわかんないけども、しかもね、4回ね、村上がタイムリー打って、2アウト2塁からのね、サンタナの三塁線のサードゴロね、横にね、飛びつきながら取ってね、ファーストエンドワンパンスローっていうところではね、サードでも華麗な守備。グッと。ね。非常にね、サードも無難に壊して、こなしてね、素晴らしかったなっていうところも、あるしね、8回ね、先頭山田5フォアボールで、村上のね、ファーストゴロ、岡本がね、倒れ込みながら取って、座ったままセカンドを投げて、で、帰って363ダブルプレー、岡本、グッシュビ。このね、4回の坂本の守備と、8回裏の村上の打席の岡本のダブルプレー、これはね、映像で見れる人がいたらね、絶対見た方がいい。特にこの岡本のはね、素晴らしいプレーだった。ね。で、ヤクルト的にはね、やっぱこのね、6回ね、ワンアウトから長岡がツーベースを打って山田アウトになるけど、村上フォアボール、ツーアウト一塁チャンスを作りながら、サンタナがね、セカンドゴロ。ね。で、7回にもね、沢井のライト前ヒット。で、ツーアウトからね、代打川端フォアボール、内山フォアボールってなって、ツーアウト満塁になるけども、ね、ここから高梨ちょっと最近バタつくね。で、菊池が出てきてね、長岡をね、ライトフライ。打った瞬間ね、おおと思ったけどね、若干詰まってたね。で、8回にもね、先頭山田がフォアボール出るけども、先ほど言ったね、岡本のスーパープレイでダブルプレイっていうね、ところで、終盤チャンス作るけどね、ここ1本っていうところがね、ジャイアンツとしては出なかったかなっていうね。で、赤星の後ね、船場様、高梨ね、ちょっと高梨バタバタするけども、菊池中川とね、非常にね、リリーフとして逃げ切ったっていうところはね、大きかったんじゃないでしょうか。まあ、ということでね、巨人は勝ち越しになりましたけども、このね、8日からのね、週末3連戦というところでは、巨人対中日ね、東京ドームっていうね、東京ドームでもこの台風中心なのかな、どうなんだろうね。まあ、戸郷中地っていうところでね、まあ、戸郷はしっかりね、ここを勝ち切らなきゃいけないっていうね、現在10勝5敗、防御率 2.98 っていうね、ところではこのね、今エース戸郷がね、どこまで頑張れるか、前回ね、DeNA、そして阪神、今ね、8月ね、3日に勝って以来、戸郷はね、3連敗中っていうところがあるからね。で、しかも前回、前々回ともにね、5失点、6失点してるんで、ここはちょっと踏ん張りどころかなっていうね。で、中日先発、中地ね。まあ、前回ね、まっすぐツーシームっていうところがね、非常に、まあ、勝ち星はつかなかったけどね、良かったなっていうところもあるんでね。もうちょっとね、スライダー、カット系がね、制球良ければもっといいピッチングできるかなっていうところもあります。で、DeNA 対ヤクルトね、平対石川っていうところで、石川はね、200勝に向けて頑張れっていうところでね、あるけども、まあでね、阪神、広島。阪神は一気にね、マジックを少なくして優勝へ一直線っていうところで、まあね、初戦、村上、とこだっていうところでね、まあ先発ね、どこまで踏ん張れるのかっていうところはあるね。まあ横浜スタジアムも試合、ひょっとしたら中止になるかもわかんないかなっていうね、ところはあるけども、この試合ね、1位、2位対決ね。で、あとは DeNA 巨人のね、グラス争い、両チーム負けられないっていうね。で、パリーグはね、日本ハム大西武、エスコンフィールドっていうね、ところで、まあもう両チームともね、今日のうちにね、移動してるっていうところもあるんで、これはね、普通通り試合は行われるでしょう。で、次ね、ゾゾマリン、ロッテ対オリックスっていうところで、まあオリックスはね、今日移動してきてるんで、移動の心配はないけども、ロッテが移動しきれるかどうか、荷物が届くかどうかっていうところがポイントだし、オリックスは多分宮城、山本、で、山崎福也か東が投げてくるはずなんだよね。この3連戦ここぶつけてきてね、全部勝ったら一気にマジック7になるから、どうなるとか。で、三輪はね、前回良かったからね、ここを機にね、宮城との投げ合いね、どこまで勝てるか。で、ロッテはね、オリックス、残りね、7試合確かあるから、ここね、全部勝ったら3ゲーム差まで縮めれるからね。そういった意味では、まだワンチャン首の皮一枚あるから、この初戦ね、特に大事。で、ソフトバンク対楽天はね、ペイペイドームっていうところで、楽天はね、もう今日のうちに移動してるからね、明日の試合は台風の影響もなくできるでしょうっていうね。これね、3位、4位争いね、楽天は一気に3連勝したら3位になるし、だからソフトバンクは最低でも1回は絶対勝たなきゃいけないっていうところで、初回、初戦ね、石川騎士、この両投手のね、出来っていうところは非常にね、大事になってくるでしょう。ね。ということでね、皆さん台風来てると思いますけどもね、
どうなっていくかっていうところで、皆さん無理しないでね、気をつけてください。ということで、佐々木の金曜日総チェックおしまいです。木曜日と金曜日の総チェックを合わせて見てくれるとね、一つの総チェックになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、週末、台風に気をつけながらプロ野球を楽しんでいきましょう。